上町第一、大阪城公園から望むザ・北浜とは、大阪府大阪市中央区高麗発市一丁目にある、超高層マンション。北浜タワーと呼ばれることもある。サブネーミングとして、住宅ゾーンをザ・北浜タワー、付属の商業施設ゾーンをザ・北浜プラザと呼び、合わせてザ・北浜タワープラザとしている。この場所にはかつて、 百貨店の三越大阪店があったが、2005年5月5日に閉店した。その後地に、長瀬高コーポレーションが主体となって建設したのが、このザ・北浜である。住所上は、北浜ではないが、北浜駅には直結している。なお、北浜から撤退した三越は2011年、JR 大阪駅、大阪ステーションシティに、 JR 大阪三越伊勢丹として移転再開業した。2020年現在、日本で最も高い分譲マンションであるが、2022年には、虎ノ門、麻布台地区 B-1 外区に記録を塗り替えられる予定。住宅ゾーンであるザキ浜タワーは、総庫数465個の住居と店舗とで構成されている。駐車場は313台。 自転車置き場は936台ある。1階にエントランスホール、11階にグランドホール、12階から54階に住居がある。1階と11階とは2機のシャトルエレベータで結ばれており、11階以上には低層用、中層用、高層用、それぞれ2機ずつのシースルーエレベータがある。その他にメール用などの7機のエレベータがある。 事業主は以下の通り。商業施設ゾーンであるザキ浜プラザはショッピングゾーン、クリニックゾーン、フィットネスクラブとで構成されている。フロアは地下1階から地上6階に位置する。主なテナントは以下の通り。施錠、会場は非接触 IC カードを用いて行う。関西で初めて大阪ピタパをカードキーとして使えるほか、 お財布形態などでも、施錠、会場が可能である。1階エントランスホールと11階グランドホールの、オートロック、12.29階のエレベーターホールと48階、以上のフロア各階のオートロック、シャトルエレベーター前、エレベーターゴ内、そして各15玄関の鍵を開ける際に、これらのカードキーを使用することになる。また、 超高層マンションでは携帯電話の電波が届きにくくなることから全10個に NTT ドコモが提供するフォーマインクスの屋内アンテナが設置されている。その他、オール電化住宅システムの採用、各階にゴミ集積所の設置、コンシェルジュカウンターの設置といった特徴がある。主な共用施設は以下の通り、運営は JR 西日本伊勢丹が担当。 北浜撤退と同じ年の2005年には出店を決定し、当初は三越の直営店とする予定であったが、その後に伊勢丹と経営統合したことから、JR 西日本グループと三越伊勢丹グループの合弁店舗としての出店となった。ありがとうございます。